ナルバ条約は、大北方戦争中の1704年8月30日に締結された条約。ポーランド・リトアニア共和国において、アウグスト2世に忠誠な一派が、ザクセン選定公領と、ロシアツアー立国のハンスウェーデン同盟に参加した。大北方戦争の開戦時点同盟は、アウグスト2世が、ポーランドを、リトアニア対抗、ザクセン選定公を兼任していた。 1699年、彼は、ロシアのツァーリのピョートル一世とプレオブラジェンスコへ、条約で、デンマークノルウェー王フレデリク四世と、ドレスデン条約で同盟を締結した。同盟は協力して、スウェーデン・バルト帝国に攻撃を仕掛ける素地を作り、攻撃は1700年に現実になった。しかし、同年にデンマークは、撤退を余儀なくされ、ロシアは、決定的な敗北を起死した。 その後の数年間、スウェーデンウォーカール12世は、ポーランド・リトアニア国内で、アウグスト2世を追撃、彼の軍勢を数度撃破し、一方ロシアは、バルト沿岸を侵軍して、領地を奪回した。リトアニアのマグナーとは1702年4月に、アウグスト2世を裏切り、スウェーデンと同盟した。1704年7月、スウェーデンの侵軍とそれに禁する。 ポーランド・リトアニアの内戦により、アウグスト2世は王位を追われ、カール12世の支持する対立候補のスタニスワフ・レッチニスキがポーランド王として選出された。しかし、アウグスト2世はいまだにサンドミエシュ連盟やポーランド軍の75%など、広く支持を受けていた。アウグスト2世と、その支持者は、共和国を代表して、スウェーデンに宣戦線布告。 ナルバで本スウェーデン同盟に加入した。アウグスト2世とピョートル1世条約交渉におけるポーランド代表はトマシュ・ジャウィンスキーであり、彼は直前のロシアによるナルバ包囲戦でザクセン軍とポーランド軍を指揮した。条約はピョートル1世、アウグスト2世とポーランド・リトアニアのマグナートが署名した。同盟は、いわゆる公主同盟であった。 ポーランドとロシアが戦争を継続し、お互いの同意がなければ、条約を締結できない。ピョートル一世は、アウグスト二世に、年20万ルーブルの援助金を与え、ロシア軍1万2000を駐留させ、またセメンパレーのウクライナ侵攻とロシアのリボニア侵攻を、元の状態に戻すことも定められた。ピョートル一世はこの条約で、ポーランド・リトアニア戦線を継続させ、 スウェーデン軍を釘付けにした。特に、コニエツポルの戦いでの勝利により、カール12世のロシア戦役への補給が断たれた。条約で定められた援助金を支払うために、ロシアでは農民への申税が課された。アウグスト2世にとっても、条約は有利なものだった。というのも、彼の立場は敗北が続いたことで弱まっていたためだった。ピョートル1世は条約に従い、 イヴァンマゼイパニメじてパレーをポーランドリトアニアのコサック地域から追放するというポーランド側の譲れない条件を実行した。しかし、ロシアの有効的な占領が予想された引き渡しにつながらず、その代わりロシアに編入された。ポーランドリトアニア共和国において、スタニスワフレシチニスキに忠誠な一派はワルシャワ連盟を結成し、1705年11月の ワルシャワ条約でスウェーデンと同盟した。ありがとうございます。